Okay, let's try the post Honkai Odyssey. のように厳しくないし、想像力のある答えを言ってくれたって怒りはしないわよ。あの空中に浮いているものはベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さあ、外にずっといないで戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨウさんがセント・フォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。話によると、これは出張ということになっているらしいわ。ベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後、リニアモーターカーに乗ってセント・フォンテーヌに向かった。天命の衛星は、彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。私たち第三小隊の任務はベルト・ヨウを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？ What's your size? I mean... 何でも聞いて。セントフォンテーヌは600年以上の歴史がある古い都市よ。かつてはヨーロッパ諸大国の植民地で、前世紀中期にやっと独立したの。報告によると、その主な経済収入は観光と植物の輸出で、そのうち観光収入が大方を占めているわ。様々な国によって植民地とされてきたからか、この都市は多様性に富み、いろんな文化の景観を持ち合わせているの。大崩壊時期、セントフォンテーヌの被害はかなりひどかったんだけど、天命の援助計画を最初に辞退したアフリカ都市の一つでね。だから私たちの資料もかなり限られてしまっているわ。うん、報告書にあるヨアヒム・ノキアン・ビルタネンのことね。彼は二人目の断りの律者、ネゲントロピーの元名手。大崩壊が終わった後、彼は引退して、今はアニメ会社 ET スタジオのプロデューサーと原画デザイナーを務めているわ。私も数年ベルトさんには会っていないけど、よく彼の話を博士から聞くわ。最初、この任務を聞いた時、まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、
いつも無事に帰ってきてたから。彼は律者だけど、頼もしい戦友であり仲間だわ。でもこの都市に着いてから、この件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカ仏の他にも、この都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると、人がおらず生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど出ることはできない。遮られたネットワーク、こんな世界を欺くようなこと一体誰が。けど本当にそうだとしたら、おかしな点が一つあるわ。ええ、ベルトさんは律者の力の大半を失ったけれど、てたとえ戦えなくても彼の頭脳ならある程度の脅威を退ける。一体何があのベルトさんを音信不通にさせたのか。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し、随時進捗を共有しましょう。少しもったいないけど、今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。Let's start this. Okay. Sit. What's up in here? It's so slow. 戦場に到着。わかった。了解。任務の資料は全て頭に入っている。一気に。わかった。あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったわ。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣、見たことのない生き物。でも敵意があるのよね。こっちは
道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。でも十分気をつけてね。了解。この道は前にも歩いたような。想像したようないろんなものを寄せ集めた怪獣。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？なるほど、地図の真偽を確認。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。わかった。了解。わかった。
か。遅い。情報はまずまずよ。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。情報と都市変炎のテーブ、レーザーを当てたら明らかな変異が発生したわ。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく、そうよ、セントフォンテーヌに起きた不思議現象は全てあの天空島と直接的に関係しているようね。それと見たことのない怪物、集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。それでそっちは何か収穫あったかしら。そう、話して。なるほどね。地図が正しいのなら、あの赤い結晶は確かに妙ね。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については、今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。指示によると、私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って、高地を、場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。
head hurts. に到着。アインシュタイン博士に案があってね、主教様と話し合ってみたんだけど、試す価値があると思うの。博士曰く、崩壊エネルギー探知をすればベルトさんの今の技術であれば、探知機を列状に組み立てることで探知できる最大範囲は半径80キロ、つまりこの都市のおよそ12分の1。ええ、彼女の装備を列に組み入れれば、探知可能範囲はセントフォンテーヌ全体になるわ。でも要点はそこじゃないの。それはありえないわ。大崩壊のあと 99% の崩壊エネルギーは月に封印されたとはいえ、希薄ではあるけれど、まだエネルギーが大地に散らばっているもの。脅威になるほどのものではないけど、もしそのまま探知機を起動させたら、私たちだからね。そう、私たちが探すのは純粋な崩壊エネルギーじゃない、律者エネルギーよ。わかった。この道は。隊長、出撃させてください。
急ぐわよ。総員集合。あの怪物たちはおそらく誰か
もしくはそれに属する勢力が、あの姿には人間社会の要素が多く含まれていた。でもまるでその創造者が私たちの文明を少しも理解できていないみたいな。ますますきな臭くなってきたわね。少し休みなさい。司教様にはこれからここで何が起こるのか、きっと司教様も博士も。信用しているとはいえ、探知可能範囲があまりにも狭いわ。今回も見つからなかったら、一旦キャロルを待つべきか、これが終わったら話し合いましょう。未知の生物に興味があるようで、
で、この任務はキャロルに任せたかったけど、今は人手が足りないから私たちで分担するしかないわね。ああ、強いて言うなら確かに何かあったわ。彼女家出したのよ。もう見つかったそうよ。今朝先輩から連絡が届いたから、何が何でもセントフォンテーヌには行きたくなかったみたいで、出発前夜両親が、あの子追っ手を巻く腕は一流ね、 2,3 日かかっても見つからなかったの。挙句お金がなくなったから自分で警察に行ったって聞いたわ。連盟からの連絡によると、もうこっちに向かっているとのことよ。あの子、彼女のしたことを厳しく言えば敵前逃亡とも言える行為だもの。捉え方次第で事の大きさは変わるけれど、少し教えてあげる必要があるわ。あの子はいい子だけど、怒ったら周りを気にしなくなっちゃうところが、あの子もそうだったわね。Are you still not sorry, just like me? Wait, are you telling me I'm not here anymore?話を戻すけれど、博士がデータをもっと集めてほしいと言っていたわ。種類、外形、習性、行動パターン、戦闘方法など、それらの特徴が分かれば黒幕と、そういうことで。一緒に頑張りましょう。戦場に到着。分かった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。一気に潰そう。燃やし尽くせ。隊長。時間がない、急ぐわよ。
よそ見せず前に進みなさい。言われたから全員気筒炎を起動させ、ここの装置の組み立てを始めましょう。It seems so sad. I think Kiana is not here anymore.レイ、博士にも確認したのだけれど、
残念ながら私たちにはベルトの崩壊エネルギーのサンプルデータがないの。大丈夫です、ちょうど探知に必要なサンプルを持っていますから。私自身の、そう、第三律者のエネルギーです。了解、分かった。これだけか。隊長、出撃させてください。分かった。了解、分かった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。死んでたはずなのに、私が一番落ち込んでいた時にずっとそばにいてくれたわ。あなたのことについても教えてくれた。素質があって、昔の私は大人って言葉に無縁だったけど、今ではたまに言われるようになったわ。大人って口数が少ないってことなのかしら。それはいいことよ。話すべき時と黙るべき時を理解しているのは。とにかくメイのサポートはよろしくね。そうだ、進捗はどう？多分キャロルの到着を待つ必要はないと。え、まさか見つかったの？はい、反応があったのは2箇所。一つは私で、もう一つ。よかった。それで次、あっちの。え、何？でも私たち、あなたの通信機でそのチャンネルをキャッチして。ようこそ天井の人、君が訪ねてきた目的を当ててみようか。人の声。メイ、あちらは私たちの会話が聞こえているのかしら。いいえ、彼のマイクはオフにしてあります。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない、全てうまくいってるよ。この声、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。私、この声を聞いたことあります。テレサさん。名前、名前、君にふさわしい名前。この声は主教様。おじい様、おじい様よ。そう、その声、おじい様だわ。司教様のことなら大丈夫。少し最近の司教様はいろいろと疲れていて、ずっと緊張した状態にあったから。そこで、ええ、
歴史の授業で聞いたことがあると思うけど、彼は天命の前の主教で、彼が在位していたおよそ500年間、彼はいいことも悪いこともたくさんしてきた。でもあの人がまだ生きていてここにいるなんてありえない。この目で見たもの間違いないわ。彼は可能性は否めないけど、よりによってこのタイミングでこのセントフォンテーヌ。あ、ごめんなさい。こんなに時間が経っていてもオットーの存在を感じるとやはり驚かずにはいられ。もう少しあの音声を聞いてみましょう。もしかし、ようこそ天上の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。そうだ、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。すべての理解は言語から始まるんだ。まず君に名前を与えよう。名前、名前、君にふさわしい名前。ルケニはどうだ？うん、君はルケニだ。これは資格の名前だ。君にふさわしいだろう。これが君の役割だと僕は思ってる。計画が完成した時、僕は死ぬ。君が僕を監視するなら、最後まで監視をしなければならない。面白いではないか。天上の人が僕にどんな死を用意してくれているのか、楽しみだよ。焦る必要はない、ルケニ。もう少ししたら君にもわかるよ。ねえ、いいお知らせと悪いお知らせ、どっちから聞きたい？真面目ね。心配しないで。悪いお知らせも大した。いいお知らせはね、本部が私たちの送ったデータを分析。赤い結晶には微量の崩壊エネルギーが含まれていて、それは結晶外核の内側に集中しているみたい。つまり自然にできたものではなく、あの怪物たちのことも博士がその動きを研究したけれど、結論は自然の生き物と比べてセントフォンテーヌの怪物たちは構築物に近い。これで全部よ。このお知らせ自体半分いい半分悪いのよ。この報告の結論から疑問は一部解けたけど、黒幕がセントフォンテーヌを支配していること以外、情報がまだまだ足りないってことよ。そしてそんな状況下で私たちは任務を遂行するの。さあ、とにかく今は任務に集中。装備を持って出発するわよ。メルトさんの位置も分かったし。
戦場に到着。了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。分かった。隊長、陣形変更、素材回収完了、総員集合、出撃。承知した。隊長、出撃させてください。なさそうだ。一気に潰そう。こちらの勝ちだ。燃やし尽くせ。出撃。
回回収完了。目標地点確認。驚いたみたい。でも今は少し落ち着いたわ。あなたね、子供相手にムキにならないの。もうキャロル一人で十分困っているのに、あの子みたいにならないでよ。あなたのことを頼りにしているんだから。だから頭が痛いのよ。そういえばキャロルもそろそろ着く頃ね。無テスラ博士のアイデアでね、セントフォンキャロルがどんなテスト装備を持ってくるかわからないけど、多分着陸はそう、それまではあの子とお話をしないとね。あの子はベルトさんの養子、ジョフリー・ジョイス・ヨーヨ。歴史の授業で第一次崩壊のことを勉強したわよね。あの断りの律者は覚醒したけれど、崩壊エネルギーには支配されなかった。そして死の直前、彼は律者コアと名前はベルト。一人目の断りの律者。今ならあの子の正体がわかるんじゃないかしら。驚いたわ。その答えはかなり正解に近いわよ。ジョイスさんは亡くなったけれど、ネゲントロピーのカカリアが彼のクローンを作っていたの。それらクローンには当然ジョイスさんの記憶はなかった。生前のジョイスさんは第9の神の鍵、エデンの星を使っていた。そのクローンは様々なトラブルを巻き起こしたわ。成人したクローンの大半は人格に問題があって、今はまだわからないわ。そうなら彼が天命に発見された時はまだ生後数ヶ月で、その後ベルトさんが彼を引き取って、私もそのうちの一人だけど、長いことベルトさん、ジョイス君と話しましょう。彼がセントフォンテーヌで目にしたものはきっと全て。挨拶してあげて、大丈夫だから。あ、こんにちは。あの、僕のお父さんのことを知っているんですか？え、お父さんが？冗談ですよね。この子本当に礼儀正しいわね。まだチキャロルにも少し見習ってもらわなきゃ。お父さん今どこに？きっと大丈夫ですよね。ええ、お父さんはすごい。ジョイス君、あなたの力、情報が多ければきっとお父さんの。あ、数日前お父さんとリニアモーターカーに降りた時は普通だったんです。白いスーツの人が駅で僕たちを待ってて、途中お父さんが運転手の人に止まれって言って、詳しいことはよく覚えてない。車がたくさんあって人もたくさんいたけど、それが一気に消えたんです。お父さんが僕を路地に連れて行って、怪物の注意をそらしてくるから驚いて逃げたら道に迷ってしまったんです。逃げるべきじゃなかった。お父さんの言うことを聞いて、そこでお父さんを待つべきだったんです。自分を責めないでジョイス君。
その場にいたら危険だ。ベルトさんだってあなたの無事を祈っているはずだわ。自分を責めているわけじゃないんです。ただもし名誉馬さん、お兄さん、僕が言ったことは役に立ちそうですか？ええ、安心してジョイス君、きっとお父さんを連れ戻すって保証するわ。よく考えてから発言しなさいね。はい、今回はどこにも行かずにおとなしくここで待ち、じっと待つだけじゃ退屈よね。なんなら何か持ってこようかしら。ゲーム、本がいいです。わかったわ、本を見つけたらあなたに。ありがとうございます。ジョイス君の話はどうだった？何か手がかりになりそうなものは？ええ、ベルトさんとは橋の近くで離れ、もしベルトさんが無事ならそこで地図を調べて場所をピック、まずはキャロルを迎えてから。Thank you.
場に到着。Hup!
回収完了。総員集合、出撃チェック。よそ見せず前に進みなさい。総員集合。思ったより簡単じゃなさそうだ。